2023年8月、国立代々木体育館にて行われたエアーグループコレクションエアコレ。8年ぶりの開催となる今年は、新たなステージに生まれ変わり、業界初となる国立代々木競技場第2体育館で完全復活。今回はその中でもオールブラックのキャストたちにフォーカスを当ててお届け。総勢600名以上のホストたちによるビッグイベントの様子に完全密着。まずはそれぞれがテーマに沿った服装に身を包み、ランウェイをカッポする。会場をついてみてどうですか、雰囲気は？めちゃくちゃいいっすね。やっとこれに似合うステージが現れたんだけど、オールブラックで収まりきれなかったんで、俺のやっぱ輝きを収める。なんか楽しみにしてる部分は他にありますか？いろんな人見れる、ファッションもそうだし、普段 SNS とかでしかわからないかっこいい男の子を間近で見れたりとかするのは楽しみかもしれない。オールブラックのキャストたちも堂々とした様子を見せた。どうですか、雰囲気？初めてこんなでっかい会場で表彰式出してもらうんですけど、やっぱ規模感がすごいでかいです。翼さん的になんか注目してるものとかってありますか？表彰式の他にもいろいろあるらしいですけど、まあ、表彰式はもうみんなの売り上げは発表されてるんでわかるんですけど、7年ぶりのエアコレが僕は初めて経験するんで楽しみだなっていうのがあります。でもなんか会場本当規模でかくてすごいですね。いや、すごいですね。熱気もすごいし、ちょっと場所が広すぎて、どこで待機したいか分かんなくなってたり、僕もファッションショー出させてもらうんですけど、どこで待っていいか分かんなくなっちゃって。はい、頑張ってください。ありがとうございます。オールブラックの心臓といえばこの人、クラスオールブラック、アマリア翼。年間売上1億円プレイヤー、月間売上3100万、史上最速で代表に侵入したカリスマ、エアをさらに感じる、このカリスマ神の子、クラブオーナークラス桜木ハム。続いてパフォーマンスショーと題して、エアグループのキャストたちが会場を大いに盛り上げる。ここから上半期売上指名本数ランキングが発表。各店舗から売れっ子たちの名前が続々と呼ばれていく。売上ランキングではシルバ兼用、桜木春の2人がランクイン。そして指名本数ランキングが発表。クラブオールピーチダモサ、ナンバー15クラブオールオーマイ、キリュウ。
輝かしい記録を打ち立てた者たちの名前が続々と呼ばれていく。ダブルスプリント、本当に有名な人。初めは日本数ナンバー3ありがとうございます。ナンバーワン狙います。よいしょ。ナンバー2クラボーイ、勝利ガンボさん。まずは応援してくれた姫様、本当に神明ありがとうございます。年間は1位取って1位のマイクさせてください。よいしょ。そして2023年度上半期最も多くの指名を勝ち取ったのは、ナンバーワン、クラブオールライフ、アイナシリー。おめでとうございます。8ヶ月連続指名本数100本オーバーという記録を打ち立て、オールブラックアイラが指名本数ナンバーワンの座を勝ち取った。まずね、こんな素敵な会場で輝かしい順位をいただき本当に嬉しいです、ね、従業員の みんなの決まってそういうのを思ってるんで本当にありがとうございます。去年僕は本当に多分このポストの中で多分一番本数が苦手な人だったんですけど、本当去年クリスマスの時に僕が本数一番取るんで、春一品は売り上げ一番取ってくださいって言ったんですけど、それを言ったからにはやろうって言って、はい、ここまで頑張ってこれました。今ね、7ヶ月連続100本いってるんで、年間的にも、12ヶ月連続100本で迎え入れて、ここでも1位のマイクを喋れたらいいなと思います。刺激が足りない人や、お酒が大好きで、爆飲みしたい人は、オールブラックアイラを指名してください。なんで卓球指名第1位、オールブラックアイラ主任でした。盛大な拍手。見事、上半期感じでしたけど、どうでしたか？そうですね、結構もういろんなことが助走に続いてたんで、結構今やっとホッとしてるんですけど、まあ、本当にでもね、このショーの価値もちゃんとしっかりあるんで、はい、年間もしっかりね、持っていきたいと思います、はい、まあでも一番僕が盛り上げたと思うんですけど、はい、そこは自信持っていきたいと思います、はい、多くのキャストたちが会場を盛り上げ、大盛況のうちに幕を閉じたエアグルコレクション。年末に行われる一大イベント、ドリームナイトでは一体どんな活躍を見せてくれるのか、彼らの活躍に目が離せない。